皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、3月29日、21時34分、本日からプロ野球が開幕したんですけども、相変わらず、しか言えませんでしたね。誰かは邪魔してる。相変わらず審判のジャッジがめちゃくちゃ、ボークじゃないのにボークって言い始めて点数は逆に入ってる。何回も言われてるじゃない、去年。ルール法律やで。年齢じゃない言うてるやろ。低めのところのストライクゾーンも取らんかいな。膝元、膝から肘や言うてるやろ。去年の阪神タイガースへのメッセージもう一回見とけ。お金動いとんね。で、怒らせて本当は精神病院行きにさせたかったんじゃないのっていう見方で物事見られる淡井圭介から、こういう方法で元々の淡井圭介が精神病院に入れられた時の話とか、スポーツ界も散々わがままんしてましたよね。審判含めて。なぜ膝元のストライクゾーンをストライクって言わないの？スローモーションで見たストライクのボールいっぱいあるじゃない。あなた審判として役立たないのよ。今日の出身の人。名前誰よ？去年も同じことしよったんじゃないの？卑怯なんよ、ずっと東京の生き方が。NE の残存量問題も同じや。点数スコア、ちゃんと見て述べと。日本ハムが4対0になっ、4対0かな、途中まで。なってるやん。スコア逆になる言うてるやん。試合始まる前から言ってるよ、どこの球団が優勝するべきか。誰が指示出したの？ボークに関して。誰が指示出したんやろ？出身の人間に。はっきり言うよ。プロ野球業界が淡井圭介に頭下げなあかんねんや。ずっと金払ってなかったやんから。阪神・淡路大震災の被災者、試合を取り行うこと任せて、それで買ってきたんだから。で、お金の支払いなかったんだから。君たちは被告人よ。他の球場を見てみたらわかるやん。今日晴れにしてんの淡井圭介なの。他の人じゃないの。台風の数消滅させてきたのは天皇陛下じゃないの。淡井圭介が何とかしてきたの。単位国連だから。天皇陛下がされてるんだったら今までじゃあなぜ大きな台風の災害があったんですかっていう話になる。で、去年の台風の動き方とか見たらわかる。中国の別校っていう会社は我が天下戦国風、私の提案で出来上がったゲームです。内容をほぼ 100% で私で考えたものです。それを実現してね、台風の進路は中国行きよ。あの世の人たちから見たらお見通しや。法律がどうのこうのなんかもうどうでもええねん。一法律にこだわりすぎて、完全にボークじゃないことボークって言ったら違法行為してるの君たちなんだから。怒らされた僕の言い方がおかしくない。法律を守ってないのが審判側だから、法律名当てが編み込んでそれを主審の人間を責めたり、誰の指示でそうしたかっていうことを言わなきゃならない。電波で何か聞こえてきたから、何かがあったから、それは違う。素早く早く投げなきゃならないアメリカのルールを導入するんだったら導入するってはっきりと公表しないと。それはバッターもピッチャーも同じ。それ自分たちでこ公表しないんだから、僕じゃないよ。なぜおかしくなった？低めのストライクゾーンだったら、ストライクって言わないからよ。それとも誰かから何か指示があった？もう年齢じゃないから。各大臣と同格淡井圭介、国会で総理とかからそう言われと、歴代の。同格者は、大きな会社の社長の集まりの会長さんか各都道府県知事、それ以外の人間で淡井圭介と同格者なんか存在しない。審判っていう立場で何でもしていいかっていうと違います。去年まで言われてきた内容っていうのを、なぜ全うしないんです。継続性が全然ない。それは正しい社会できないよ。エネルギーの残存量問題邪魔してるの君たち。もう全員もうめちゃくちゃな動きするから。
仕事の仕方から何から何まで。で、みんなわかるじゃない。フェイクニュース。同じニュース何回も放送してる。みんな諦めちゃうじゃない。正しい世の中なんかもうどうでもいいんだって。諦めてるじゃない、警察官が。刑法の175条のわいせつな図画とかそういったいろんなものを世間に分布させたら250万円の罰金。本屋とか簡単に取り締まれるじゃない。現に蔦屋なんか500件以上倒産してるよ。巨大なお金動いてんのよ、プロ野球って。悪いことしたのどっち？映像残ってるよ。ボークじゃないのにボークって言ったの誰？主審。上から何か指示ありました？電波使ったら心の声だったらなんとかなるからじゃないの？隠蔽できるからじゃないの？だからしていいことと悪いことをまず大人が分別つけなきゃなんない。そのためにはルールっていうものはしっかりとあって世間が見てはっきりと分かる内容にしなきゃなんない。アジアカップに関してサッカー、ああいうふうなやらせを見てどう思いました？僕は楽してると思ってんの？今日も遊んでないよ。君たちよ、金もらいながらめちゃくちゃなことしてんの。ここ来て謝って一緒に動画で撮影して VTR 見ながら低めのゾーンも肘から膝までのこと守ってない。で、ボークでもないのにボークって言った。足がどっち向いてた？動いてない、ほとんど。青柳選手なんであれでボークなの？それとも何秒かのルールないよ。日本そんなもの発表しないよ。ピッチクロックのこととかこっち頭よぎるに決まってるじゃない。アメリカの大リーグのことだって意識するんだから。それで淡井圭介は何か考えたからそっちで投球動作が遅かったからボークって言ったの。審判が判定間違えた点数の入り方逆になるから、その日一日僕の努力が何にもなくなるじゃない。それが東京の搾取側の方法だって言ったじゃない。それは政治の世界とかにも蔓延してるから世の中めちゃくちゃになってるんじゃない。償えんの、あなたに。エネルギーの残存量問題から何から何までできないのよ。してること自覚じゃない。献身的にあなたたちは何を捧げてきたのよ。我がのお金稼ぎじゃない、あなたたちの場合仕事なんだから。僕だって同じなんだよ。そうじゃなかった永遠に搾取される側なんだよ。仕事ということにして区切りを持つことによってその世界から抜け出せる。これじゃなかったら無理じゃない。で、それを裁判所で判断しなきゃならない。僕は言ってもどうにもならないんだから。その一日の自分の知ることとその結果見たら分かるから。で、阪神タイガースの選手が負けさせられて、オープン戦でも、それでよそが勝ってる。すべてのスポーツ業界から何から何まで繋がってしまってる。じゃあ、野崎巨人とかはその役しないの？ね、何か意見言いなさいよ。黒い服着て審判論外よ。お客様いるのよ、黒い服着て。白ぐらい着る勇気持たないと。自分から白黒はっきりつけるで黒って言ってるんじゃない。今までそういうふうな身勝手なジャッジ今までいっぱいしてきたからじゃない。去年のもね、内容でしっかりと分かってるんだから。審判がめちゃくちゃなジャッジしたら試合の点数の入り方が逆になるって。審判こそ公正でないと絶対ダメなの。
これ裁判所裁判官も同じなんよ。1956年よ、売春防止法が出来上がったの。それまで世の中どれくらいめちゃくちゃだったか、あなたたちだって知ってるでしょ。今でもそうじゃない。わいせつなもの、スポーツ新聞に、どうせ載せてるスポーツ新聞まだあるんでしょ。そこに、自分たちの内容を提供してもいいよっていうような形にして、お金稼ぎしてたのが、あなたたちじゃない。できたの、それ。僕はアダルトコーナーの置いてるレンタルショップなんか、6軒ぐらい潰してるよ。したの、あなたたち。だからそこで努力したのかどうかを聞いてんのよ。できてないんだったら、それはできてないのよ。見てみ、なぜこっちが顔取られてんの。怒らす方を、怒らすようなことをしてきた方が悪いんじゃない。いつもそうじゃない。集団で挑発行為をしてくる、複数で、春山整骨院にも多数で、2010年の頃とかあの辺に溜まって3人4人5人とかで喧嘩を打ってくるやついっぱいいた。一日中、2010年ぐらい前後、そこからそれが7年ぐらい続いてる。2020年手前ぐらいから少しまともになってきて、最近その辺のこと、精神病院の件とか、昨年動画でアップロードとかし始めて、それでやっと警察官もおとなしくなった。それまで警察官が身勝手に精神病院の人間と組んで金稼ぎしてたのが、それは警察官の実態。それが手柄、全然違うよ。違法行為や。警察官が給料差し押さえられないのか。相場と全然見合わへん。と、あと相手が先に仕掛けできる集団で。で、それをスポーツ界にテレビに向かってギャー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 言ってたとか、淡井圭介のせいにしてたんやろ。二十何年前から淡井圭介中心で物事動いてたじゃない。知ってる人間は知ってんのよ。26年以上前や。今さら淡井圭介の意見無視して何を決めてんの。天の轟きとかよく見てみ。全部バレた後や。阪神流通センターの横に新しく流通センター作ろうとしと、流通センター、もともとの西宮市北部の阪神流通センター、西宮北インターチェンジの近く、そこ撮影に行ったよ。あるよ映像は。仕事なんかずっと減っていってんのに、なんで物流センターの横に物流センター作らなきゃなんないのよ。暇そうにしてんのに。建築屋の金稼ぎや。で、議員はそこに仕事を回していた。もしくは公務員が。そこは癒着側や。横領側や。横領って言うねん、それを。横領や、今日の審判も。ジャッジ。去年からの内容の継続でいいですって、その通りに行動しといたらええやん。そら晴れにしたのは淡井圭介であって君たちじゃないの。で、皇族の人たちも申し訳ないけども、行政の人たちの方に回ってしまうから、立場的に国家公務員とか。で、裁判所が今までの支払いとかをしてなかったから、仮執行の判決の書類とかそういうこと言ってるんじゃない？それもおかしいの。警察に通報してるのに仮執行の勝訴の判決が返ってきてないから。それ本当は電波で分かるはずなの。誰が犯人なのか。してることめちゃくちゃなの、行政は。すべてバレたら全部が表に出たときに、それはもうとんでもない大事件になるよ。フルーツラーパークだって行政側はそこで割増賃金もずっと払ってなかった。何年にもわたって。いちいち8時間以上の労働ですよ。そんなこと絶対払わなきゃならないことぐらい知ってるでしょ。で、週は株式会社でとんでもない労働時間で働かせて、で、気温下げて、一月の労働時間370時間、それを半年間させて、で、その年はしっかりと気温下がっています。最悪な年、爆弾低気圧。とんでもない雪降りよ。君たちよ。淡井圭介が軸なの、中心なの、すべての。世の中めちゃくちゃにしてんの。プロ野球界もお金払ってないでしょ。そこの会社員なんだから、あんたたち。審判も。で、警察を組んでるとかみんな分かってるから。まあ、話めちゃくちゃ。心当たりあるやつから全員金払えや。それで気温もなんとかなってたよ。
2月下旬から3月の下旬まで。下旬の途中までや、気温がめちゃくちゃ低下してたの。普通雪なんか降らへんよ、3月入ってから、あんなにしょっちゅう。だから正しい生き方をみんなしなかったら、世の中なんかエネルギーの残存量まで解決できなくて終わりなんです。そのことだけをまず理解してください。いいですか？ジャッジ、いい加減なことしたら、もう今すぐやめろよ。いらんねん、本当にこの世の中に。お前らみたいなじいさんのために世の中あるんとちゃうねん。本当に。若い奴らのこと考えたれよ。そこで巨人が勝つから、ボークでもないのにボークって言い始めて。だから世の中めちゃくちゃやるんじゃない？一番ファン多いんだから。それ見て、ああ、いいのかってなるから、一般社会も。どうすんねん、この世の中。テレビの報道からして真面目に生きてへんねんぞ。あいつらのすぐ行きますとか、それでもういろんなやつ、ここの住宅来よ。で、夜中までずーっとうろ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 しよう。で、喧嘩売るようなこと言ってくる。階段上がって降りただけでも鬱陶しいのにやな。すぐそこや、階段。で、さらにもっと、もうひどいやつ、髪の毛染めとやつが、みんなで会いに行きますとか、報道ステーション、あの女、誰やったっけ、もう名前忘れた。言った瞬間、今まで YouTube で見たことある人間、一斉に来よって、鬱陶しい人とから、もういろいろ、いろいろ言うてくるから。今まで言ってきた内容はあるやん。各自の持ち場からちゃんと守れよ、ほんと、審判。なんで俺が敬語使わなあかんねん。被害者側が。ちゃうやろ、ルール法律やろ。民法720条に正当防衛ぐらいあるやろ。刑法38条も同じや。喧嘩売ってくるようなことを多数してくる人間に相手に対して叱らんかったら、この世の中成り立つわけないやないか。どうすんねん、本当にエネルギーの残存量問題、全然解決してないのに。粟井圭介は二十歳ぐらいの頃、69年分やぞ、石油。いや、もう54年分やで。2011年で59年分や。何も知らんと生きてんのやろ。ガンダムの原案者、作者富野さん、あの人が現役でバリバリ働いていた頃、残り80年分よ。もう1万5000メートルまでそこまで掘ってるよ。限界来るよ。最後まで掘っていこうと想定して54年分っていうデータが出とうね、残り69年分とか、ずっと掘り続けること想定して。もういいか、若いやつと心配かかれよ、本当に。生き方めちゃくちゃやねん。そこから真面目に生きていかんかったら世の中総崩れになる言うとやん。去年言うたやん。俺が怒った意味ないやん。粟井圭介が怒った意味ってその辺の裁判官より上やねん。裁判官で髪の毛染めたやつおんねんぞ。海洋基本法違反のしとやつがお前裁判官になりようねんぞ。で、警察官の落とし物係のやつが髪の毛金髪近い色に染めて、爪はネイルアートやぞ。で、高級得とんねんぞ。400万円以上が、年収400万円以上が高級所得者や。高額所得者。どうすんねん、一戦目からこんな無茶苦茶なことして。人間やから、それ間違いはあるよ。あると思うよ。あるとは思うけども、明らかにボークでもないよ、ない、ないの、内容、ボークって何やねん。その前にプロ野球業界の、キャッチャーの変なサイン出すときの変な動きとか、今日の試合なかったけども。昔からしとったやん。こっちだと頭の中で何か考えるじゃない。最初から全員ややこしいことしなかったらいいじゃない。こんなんよ、なんかみんな投げ出して終わるじゃない。
審判から裁判官から何から何も猛乱奴がいっぱい出てきてるんだから。全員が守ってないとは言わんよ。まとも側で生きていこう。淡江さんみたいにしっかりとした世の中を作ろうとしてる人間もいるよ。いるけども、しっかりとした内容は自分で生きてない奴らが裁判所とかで働いているんだもん。髪の毛染めとるやつ。見た目でわかるよ。いろんな組織の内部の人間入り込んできとおかれ。バレたら困る連中よ。だってコンピューターの電波の反応の仕方が、人の動かし方が、結局ご覧の通りなんだから。点数ではっきりと出てるじゃない。審判が黒木で、しっかりと、下ジャッジをしなかったら点数が逆に入るって何回も言ったやん、去年。で、外から、笑ってる声が聞こえたんだけども、分からへんとかいう声。あ、おるわ。同じやつらよ、何回も来よう。で、そいつらもじいさん、年齢。あいつらよ、4人もおる。で、まだ黒い人。4名ともや。もう画像解析したら分かるわ。世の中めちゃくちゃやん。裁判官の放映服は灰色にしといたらよかったよ。白と黒の中間。ちょうどそれで中立や。もうめちゃくちゃ。もう夜も時間遅いし、もうこれぐらいにしときます。審判叱るの大変。去年言われたこと未だに守ろうとせえへんから。もう今まで本当は何回も言われておこうから。叱られるようなことをした審判が悪いや。ああ、ロッテも今日これで勝てんかったんちゃうの？優勝の順位予想を出してるのと同じよ。どこが勝たなきゃならないのか逆にはっきりと言った方がいい。で、優勝回数を一定の数で合わせるっていう内容と、審判のジャッジ、それだけ試合の内容が変わるんだから、簡単に巨人今まで優勝できてたの。わかるでしょ？日本一。昔の V9 とか、その前までの時代。巨人ばっかりじゃない？セ・リーグ。本当に。ほとんどの年、巨人。よっぽど根性汚い奴らが東京に集まらなかったら、そうはならへんわ。審判含めて。で、これぐらい地方からしっかりと言う人間いなかったら、まともな試合絶対無理。どうせ東京やもん。エロ業界とか栄えてんの。あと大阪。愛知県。人口密集地帯。淡江さんの言ってることをしっかりと守ってっていうぐらい腹くぐってなんで試合出られへんの？審判が。偽物の裁判官と同じやわ。四神党以内の裁判官は本当は裁判に関わったらあかんのよ。淡江圭介の件全部いろんな話が出てきたら芸能人が親族にいる人間全員アウトよ。それどころか経済界から何から何まで淡江さんに突き上げられる？全部言われる？まあ絶対裁判官出てくるじゃない。誰が裁判官すんのよ。レイヌイの残存の問題解決できなくて終わんねや。どうせそいつらの息子とか娘とか子孫を残していってるんだから、そいつらはどうせ最後は食料の奪い合いよ。それで話の整合性全部合ってくるよ。ということで、プロ野球界全員、淡江圭介のことを尊重して、試合を行うように。今、悲しい気持ちになったから、どうせ尊重せへんやつらが多いわ。どうせ絶対そう。もう最後まで癒着の世界を打開できなくて、多分終わるわ、この世の中。
ああ、ケイスケの味方らしい味方なんかおらへん、一人も。いたらもうすでにお金払っと。で、気温なぜ上がったかって、ハワイケースが自分で自分を奴隷って認めているような文章、秋篠宮佳子様が覚えておかなければならないことのところを見たらわかる。そこを読んでもらったらわかる。もう全員見なあかんわ、スポーツ選手も。まあ、それで気象庁の発表している台風の数とか、で、何年にハワイケースがどういうふうに、生きていたかっていうことを、で、それに対して、どういうふうなことを述べてるかっていうのを全て知ったときに、これ以上辛い立場ってあるのかなって。だから今考えたら、怪我の回数も異常。スポーツ選手より僕の方が多い。右足の開放骨折とか、左側の肺に穴が開いたりとか、両側を割られたりだとか、左手首脱臼だとか、多すぎる大きな怪我。しっかりと全員呼んでおくようによろしくお願いします。